よせんさん、就職活動って結構頭が痛いですよね。で、入った会社ってのが超一流企業だったらまだしも、まあ一流企業に入るのも難しいじゃないですか。ですんで近所の中小企業とかになってくると思うんですけども、やっぱりそこではね、いろんな労働問題ありますし、会社が本当にこれから10年、20年持つのかなっていうところもありますしね、いろいろ頭が痛いと思うんですよ。その中で、私はね、Google、YouTube。 ここに就職できてよかったなと思います。本当に毎月、場合によっては毎日、Google、YouTube から給料もらってますからね。こんな強い会社ないと思うんですよ。で、しかも、誰でも入社 OK でしょ、これ。Gmail との無料だし、入社試験別にないし、Google、YouTube だったら動画上げ続けてれば、別にそれが毎日の仕事だし、ノルマはないし、自分がやりたいだけやって、欲しいだけ報酬狙って、みたいな感じで。 こんなないいい会会社社。ですよね、世界一の会社潰れにくいと思いますし最高のシステムはそこに使い放題だし言うことないですよこれ。いやここをねまたいでどの会社に入りたいんです何と言いますかねスマートフォンを使う以上は Google のお世話に必ずなるしじゃあ Google という会社を避けてねどんなチャンスが私たちの目の前にあるのかな。 じゃあ100ポイズってグーグルには及ばないけども日本一のトヨタ自動車に入りました、ね、そこでもいろんな経験はできると思いますでも車関係ののことに自分の趣味趣向がかかなかったら結構苦痛ですよねうん私は車乗るのとかは好きですけども車の整備とかねセールスとかちょっとどうかな自信がないなと思うんでやっぱり今のグーグルに入社みたいなのがいいですねしかもグーグルの複数の部門に入ってますからね私ね アドセンス部門 YouTube 部門、まあ、場合によってはブログ部門 Gmail 部門そして Google マップ部門ローカルガイド部門それぞれでまあまあの評価頂い,いてるんで Google の本社にも招かれますしね毎年毎年行ったことないですけどもなんか旅費と宿泊滞在費は全部ね Google 持ちなんですよだから今回海外渡航が可能になったら今度は行こうと思いますあの同じような Google のローカルガイドのレベル5以上の方がね、そっか塾の塾生さんにも何人もいるんで、みんなで行こうかと思いますね。世界一の会社、本当に入社してよかったなと思います。あなたもいかかがですかね、吉野さん